私の選んだぬまたはねえは願い事。いや、もう言うててねえ使ってるやん。がっつり。そうやな。願い事？願い事。うん。聞きましょう。何でしょう、ね、願い事。いろいろあるけど、うん。まあ、願い事って言うと自分では叶えられへんことやと思うから、うん。なんて言うんやろ。地球の温暖化を防ぐこととか、なんやろ、平和とかかな。どうしたん、行ったり。あ、今日はそういうタイプの方、いつもと違う感じの。っていうよりか、こういうこと考えたら、急に真面目になんね。うん、あ、そうなん、うん、てか、でもミルキー、エコについてはあるような、厳しいよ。そうそうそう。だから、今日もね、入った瞬間、空調の設定が、十何度とかになってて。もう目がびっくりしましたよ。目がびっくりした。表現の仕方間違えてない。まあ、そびっくりしてね。目でさっき見るかびっくりするよ。ね、ということで、願い事です。まあ、アイナは？願い事？え、空飛びたい。あー。めっちゃ飛びたいねんけど、アイナ。なんでよ。え、めっちゃ飛びたい。飛行機に乗ったら？え、違う、そういうのじゃない。もう自分だけで飛びたい。何もつけずに。あー、タケコプター。うん、違う。もう何もつけずに？ここ、ファーって、あ、今飛びたいと思った。シュッて飛びたい。へぇー。すごくない？いや、あいない。いつか飛ぼう。なるほどね。願いは、かなといいね。うん。将来飛ぶから。うん。はい。いい感じに終わりました。はい。いい感じに終わりました。はい。ということで、ミルキーの願い事についてのトークはここまでになります。